今回はトイプードルのトリミングについての動画になります。やはりトリミングに来るワンちゃんで一番多いのがトイプードル。おすすめなスタイルや頻度、実際どんなお客様が多いのかをご紹介していきます。参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。トイプードルのトリミングで重視すること、生活しやすさ、可愛さ、お手入れしやすさ。なのでトリミングのスタイルや頻度はそれぞれの家庭で変わってきます。お客さんで多いのは1ヶ月、1ヶ月半おきのトリミングです。この子は1週間前にシャンプーしてますが、長めのふんわりスタイルなのですぐにボサボサ感が出てしまいます。シャンプーしてハサミで整えるとこんなにふわふわになります。しかし1週間お手入れしないと先ほどのボサボサ感になってしまいます。ふんわりスタイル維持のワンちゃんは最低でも月1のトリミングに加え、毎日の家庭でのブラッシングが必要です。その間におうちシャンプーもできるとなお良いですね。お顔のカットで人気なのはやはり今でもこのテディベアカットです。最近はお耳を丸く短くしてコロンと横についてる感じが流行っています。お手入れのしやすさ重視で全身短くするワンちゃんも多いです。お家でのブラッシングが苦手なワンちゃんは少なくないと思います。この子で8ミリのバリカンで長さを決めたらハサミで整えていきます。バリカン仕上げと言われると抵抗あるお客さんが多いと思いますが、このくらいの長さだともつれもできにくく、お手入れも楽になります。トリミングも2ヶ月おきでも良いかもですね。短くても可愛いさはちゃんと残ります。この子は10ミリ仕上げ。この子も10ミリです。一番多いのはこのくらいの長さですね。トリミングでお家の子は何を重視するかを考えてみましょう。時間や費用も必要になってくるので、まずは信頼できるサロン選び、それからトリマーさんとスタイルや頻度などの相談をするのがおすすめです。トリミングは一生必要になるもの。毎日ワンちゃんと楽しく生活を送るために、家族でもう一度話し合ってみるのも良いかもですね。